ウプユーフェリーユームツ宮古フェリー株式会社は、かつて沖縄県宮古島市平良に本社を置き、平良港と皿浜港間の一般旅客定期航路を運航していた海運会社である。この航路は、早手とのダブルトラックであった。当社等によると、イラブ島と宮古島の間には、明治時代末期に私口港からの航路に、バトンミマル、皿浜港からの航路に、 キイナカ丸の二隻の帆船が就航した。1920年頃には、渡し口航路に発動機船、ガラサ丸が就航。2、3年後には、サラハマ航路にも発動機船が就航した。第二次世界大戦後には、米軍から払い下げられた船舶が就航。その後、サラハマ航路に、第三、朝日丸小月丸長山港からの航路に、勝勇丸が就航し、 競争が加熱した。1966年には、当社の前身となる、合名会社イラブ海運が、宮古、イラブ航路の免許を取得。その後は当社及び、早手が共に、イラブ航路の定期船運航を行ってきた。しかし、2015年1月31日に宮古島とイラブ島の間に、イラブ大橋が開通し、本航路は、同日をもって廃止された。 航路廃止後、当社は解散するとも、存続し新たな事業を行う予定とも報じられたが、2015年12月22日に、生産の欠量等により登記記録の閉鎖等が行われている。ありがとうございます。